はい、皆さん、毎度毎度。昔のデジタルパーマの機械があるのですが、かからないのと傷むので使ってないですが、つけ巻きデジタルに興味があります。はい、柴ちゃん先生、毎度毎度ね、コメントありがとうね。薬液はリキッドタイプがあるので、ナシスティアミンのリキッド持ってるっていうのかな。ハードタイプ、ソフトタイプ、化粧品系だからね、加温して使ってはいけないって一応書いてないよね。セット剤だから、あくまでもね。医薬部外品は加温しちゃいけないって書いてあるけどね。簡単な手順と注意事項ったってさ、ただつけ巻きだからね。それこそさ、システアミン塗布して普通のロットで巻いて遠赤で加温するのと一緒だよ。ただそれがデジタルパーマのロットに変わっただけで、特に難しいことないよね。ああ、一番いいのはスタッフの頭、ショートだったら12ミリ、一番細いやつでかけてみるといいんじゃないの？で、加温する温度はもう高温にしないのね。で、ロット触って、体温に近いぐらいちょっと温まれば大体かかるよね。で、長いこと置いても化学変化が止まるっつうの？途中で止まっちゃうはずだし、温度上げても早い時間で化学変化が止まるだけの問題だからね。あとね、デジタルパーマの大敵はね、横風、エアコンの風。特に冬場は空気が乾燥してっから、風が吹くとロットが全然温まんないんだよね。ラップをね、ふわーっと乗っけて、かけて、風よけ？風よけだよね。で、多少上の方に隙間開けとかないと熱気がこもって熱いってことになるからね。そのラップかけちゃえばね、一個一個ほら、クリップしたりなんかさ、ロット巻いてなんかその上につけたりすんじゃん。あんなの必要ないからね、めんどくせえ。デジタルパーマはね、電線が抜けたりするからね、昔のタイプはね。ジープリル先生ね、常にやっぱりそばで見てチェックしてないとね。で、パーマがかかったらね、そーっと2匹かけりゃいいんじゃない？よく電極がね、どうのこうのって言うから、そこを警戒しながらね、そーっとかけてね。で、よく巻き直す人いるけどね、巻き直すとさ、必ず手抜きたくなって太いんで巻くんでね、すると太いかかり具合に優先になっちゃうっつうの。細いんで巻きゃ強くかかるかもしんないけどね。特にね、難しいことはないのよ。多分やるとしたら、うちの店より柴ちゃん先生んちの方が、そういうパーマ希望するお客さんが多いと思うんだよね。だからうちはこれからだと思うけどね。あまり難しく考えない方がいいね。手順も何もないよ。ただの加温パーマだよ。システアミンの。はい、お疲れ様でした。